会社拝見の時間です。新シリーズ第2弾は福山市駅屋町でございます福山合成株式会社にお邪魔しております。寺岡社長、今日お忙しいところどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あのプラスチック繊維を作りというふうに今ご紹介したんですけれども、プラスチックにはまあいろんなね種類、あるいは機能等々あろうかと思いますけれども、こちらではどのようなプラスチック製品をお作りなんですか？プラスチックには熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂といろんな種類があるんですが、はいはい、我々は熱可塑性樹脂を、はい、メインといたしまして、はい、各種自動車のいわゆる光物、光学関係の部品、はい、それから弱電部品等々をやらせていただいております。はい、あ、そうですか。はい、まあ、自動車とか弱電に使われるそういったプラスチック製品をお作りだということなんですけれども、それではですね、早速その現場にお邪魔してお話を伺い、そして、製造現場見せていただきたいと思います。まず製造現場の第一現場と申しましょうか、成形と言われております現場にお邪魔してます。社長、先ほど冒頭でですね、こちらでは自動車関係とか電気関係の、まあ、プラスチック製品をお作りになっていると。で、成形とお聞きしたんですが、まあ、形を成すということなんですかね。私も言葉とすればこういった機械が、これは射出成形というんですかね。はい、はい、もう少し具体的に私ども素人が分かるようにちょっとご説明いただけますか。はい、熱可塑性のプラスチックをメインと先ほど申し上げましたが、 ね、その熱可塑性のプラスチックをですね、はい、まず溶かします。はい、あちらにございますちょっと原料が見えますけれども、その原材料を毎回決められた量だけ、はい、こちらの加熱灯で溶かす。はい、それをこの機械ですと電動機の力で、はい、金型の力へ打ち込んでやるわけです。はい、大体1平方センチあたり1トンぐらいの力で打ち込んでやりますものですから、はい、まあ、金型が開けば製品にならないということで、こちらへございます金型を相当強い力で、はい、それぞれ締め付けてやっております。はい、この機械ですとその能力が450トンということで、はい、大体まあ日本の大衆車が1台1トンですから、はい、この機械を縦にすると450台どっこいしょと持ち上げる力があると、そういう機械です。私どもでは小さい方ではその形目力50トンから、はい、大きい機械ですと850トンまで、はい、小から大までバリエーションを取り揃えて仕事させていただいております。はい、あ、なるほど。それはまあお作りになる製品によって使い分けてらっしゃるということでしょうかね。はい、小さい製品は小さい機械で、はい、大きな製品は大きな機械です。なるほど。そういうことでございます。はい、先ほど溶かすというふうにおっしゃいましたよね、樹脂を。まず、主にどんな樹脂をお使いなんですか？私どもは西日本ではアクリル樹脂、自動車のライトに使われる樹脂ですけども、これが西日本ではこれもトップユーザーでございまして、エンジニアリングプラスチック、特にその機能性、のプラスチックについて数多くの樹脂を、はい、例えば ABS ですとか、はい、ナイロンですとか、はい、あるいはポリカーボネート、はい、ポリプロピレン等と、はい、プラスチックと名が付く樹脂についてはほとんどの樹脂について扱わせていただいております。あ、そうなんですか。そういったいろんな樹脂を使って、そしていろんな商品製品をお作りなんですけれども、こういったものは、まあ、自動車ほとんどのメーカーの方に行くんですか？そうですね、まあ、こちら広島ですから、はい、マツダさん、それから、はい、水島の三菱重工さん、あ、なるほど、それから九州になりますけど九州トヨタさん、はい、九州日産さん、はい、あるいは熊本でございますホンダの輪、とうとう自動車はほとんどのメーカーに使っていただいております。あ、なるほどね。まあ、今のその自動車メーカーの名前を聞きますとね、ひょっとして私たちがその使用している乗っている車の部分にですね、こちらでお作りになったものが搭載されているということも当然考えられますよね。ということで、こちらでは成形なさっているという現場です。
はい、次にあの2番目の現場にお邪魔してるんですけれども、社長、先ほどですね、あの成形品が作られているところを拝見しましたけれども、この成形品は次にですね、どのような形で加工されていくんですか？あのいろんな加工ございます。あの組み立てをやったりですとか、はい、塗装をやったりですとか、はい、昔加工では真空蒸着というような加工も私どもの工場ではやらせていただいております。あ、なるほどね。まあ、塗装というのはなんとなく分かります。今おっしゃいました真空蒸着ですよね。これはどういったあの加工になるんですか？あの真空蒸着といいますのは、あの中四国九州では私どもだけが、はい、やってる加工でして、はい、非常にあの技術レベルの高い加工でございます。はい、まあ、ある種のメッキというふうにお考えいただければいいんですが、はいはい、私ども通常のメッキといいますと、電解液の中へ、ね、プラスとマイナスでというようなのが、ね、あの普通に考えられるんですが、はい、私どもではですね、はい、ある種の真空状態の中で、はい、金属を蒸気にして、はい、プラスチックにくっつけてやる、はい、いわゆる無光害のメッキ、それからあのこのメッキは反射率が通常のメッキに電解メッキに比べますと20% ぐらい高いもんですから、はい、また形状の自由度もあるということで、はいはい、今お客さんに喜んでいただいております。あ、なるほど、はい。まあ、出来上がったものがいいと、さらに勾配等等も含めて環境面にも配慮されている。ただ技術的には高度なものが要求されると、こういうことなんですね。はい、そういうことで、はい、あの先ほどと違ってこういう服を着ていただいたような、はい、わけでございます。その誇りを嫌うと、はい、こういうことですよね。はい、具体的に言いますとですね、はい、先ほど現場でご覧いただいた、はい、こういう製品が、こういう形で出来上がってくると、こういうふうになります。はい、すっかり装いが変わるということですよね。はい、あのこれはキラキラと光ってますけれども、先ほど金属を蒸気にするとおっしゃいましたよね。はい、金属は何なんですか？これはアルミでございます。はい、アルミですか。どの金属でもできるんですが、はい、今こういう光学製品にはアルミを採用しております。あ、そうですか。はい、はい、まあ、あのこちらさんでどちらかというと心臓部というところになるんでしょうか、この工程は。そうですね、はい、先ほども申し上げたように、まあ、中四国九州では私どもだけですから、はい、トップシークレットのセクションというふうに申し上げてもいいセクションかと思います。あ、そうですか。はい、まあ、今日はトップシークレットのですね現場にお邪魔させていただいてますけれども、こういったものがこちらでは作られております。今日はですね、成形そして真空蒸着と現場を見せていただいてお話を伺ってまいりました。そして今第3番目の現場、金型ですね、お作りになっている現場にお邪魔してますけれども、さてこの金型を自社でお作りになる、内製化されるという、そういったところのまずメリットは？そうですね、従来ですと金型は金型屋さん、成形は成形屋さん、そうですね、塗装は塗装屋さん、あるいは組み立ては組み立て屋さん、はい、こういうようなことだったんですが、はい、私どもはあの金型から一貫して、やりますので、はいはい、お客様の方からしてですね、はい、全ての工程をまとめて発注できるというメリットがあろうかと思います。はい、それから過去35年培った、はい、あの成形でのノウハウをですね、はい、この金型に、はい、織り込んで、はい、よりその合理化しやすい、はい、あるいはその武道前の高い金型を作っていくということで、はい、メリットがあろうかというふうに思います。なるほど、お客様にもそして、御社自身にもメリットがあると、はい、こういうことですよね。あの見せていただいたような製品をお作りになる場合、その金型製造の面でですね、特に気をつけてらっしゃる点、気をつけなければいけない点、当然あるんでしょうけれども、
この職場はミクロンオーダーの加工をすべてやっております、はい、特にああいうふうに表面処理をする場合ではですね、はい、金型のこの仕上げの面精度、というのが重要になりまして、はい、こちらでは表面いわゆる鏡の面ですね、はいはい、ここまで金型を磨き込んでいくという熟練した技術も求められております。ああ、なるほどね。まあ、見せていただきましたように反射面というかアルミが蒸着された非常に綺麗な面ですよね。あれがああいうふうに綺麗に仕上がるためにはここで非常に苦労があると、こういうことですね。そういうことですね。なかなか実夜を育てるのは大変なんですけども、みんな頑張ってやってくれております。はい、そうですか。ということで福山合成株式会社さんではですね、金型こちらも内製化して製造なさっているということです。今まで見せていただきました現場で作られている製品が並んでいる部屋にお邪魔しています。社長、製品というのも今後ですね、プラスチック製品に限らず、高度化というか差別化というか、そういった形でのアプローチも必要かなと思うんですけれども、今日お邪魔しまして、こちら様ではその非常に誠実にですね、精密な技術に裏付けされた、そして日常生活というか私たちの生活に不可欠なしたプラスチック製品を作りになっていると、こう拝見したんですけれども、今後の抱負、方針を最後にですねお聞かせいただけたらと思うんですが。はい、どの業界も今不景気で厳しいようですが、はい、ご多分に漏れず我々の業界もですね、はい、海外をコンペティターとしてですね、熾烈な生き残り競争をやっております、はい、今年度はISO の9000番あるいは1万4000番の同時取得も目指しておりますし、はいはい、私どもはプラスチックを作っている会社ですけれども、はい、それを通じて、はい、人も作っている、人間も作っていると、はい、いうふうにも考えておりますので、はい、ますますいろんなことを通じてですね、はい、社員の質を高めて、はい、そのことによって社会に貢献していきたいなというふうに考えております、はい、ね。現場を拝見しまして、その姿勢、ますますですね、私どももそうだなというふうに思います。今後ますますのご発展をお祈りしております。今日はお忙しいところ大変ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。家族がいつまでも快適に暮らせる住まい、元気と安心がいっぱい詰まった介護住宅を私たちと一緒に作りませんか。まずは無料相談から。介護住宅リフォームセンターライブリー。この番組はご覧の提供でお送りいたしました。